はい、粉元チャンネル粉元です。今日はですね ADV 待望のオプションパーツが届いたので早速つけて試運転をしております。もうサムネで皆さんご存知だと思いますけれども、こちらですね、はい、ジータ製のソニックハンドガードになります。いやーこれね、ずっとバックオーダーで入らなくて、 Amazon で1回キャンセルをしてダートバイクプラスで購入したんですけども、まあ、そしたらもうAmazon の方で在庫が入ってきたような感じで失敗したかなと思ったんですけれども、無事届きましたので取り付けました。でこちらのハンドガードなんですけど、もうね ADV160 の純正オプションにしたらいいってぐらいのシンデレラフィットで、後でご説明しますけれども、純正スクリーンの2段階のうちの引き打ちでも、干渉しないというね、絶妙なねセッティングができました。まあ、今ねこの状態なんですけども、まあ、若干ねガード自体はまあなんていうのかな、少しレバーに対して食いのかな、まあ、僕はねこの辺がどれぐらいが正しいのかちょっとわからないですけど、横に対しての衝撃に対してもですねレバーを守ってくれる位置にはしてあるつもりです。防風効果なんですけど、これ見ていただくと分かるようにすごく低いのであんまりないですね。はい、これをね若干上に上げてやると、まあ、多少は変わるんですけれども、もうそうすると今度ねスクリーンに当たってしまうので、この位置が一番いい感じですね。ただ上に上げたところで大してね防風効果変わんないんですよ。若干上がったかなってぐらいなので、それはそれでいいのかなと思っております。ということでソニックガード、こちらなんですけど、左側ここの部分ですね、ここの部分はアルミ合金らしいんですよね。でここがプラスチックなんで、こうプニョプニョします。なので、まあ、前方向からの衝撃に対しては、まあ、ちょっとねプロテクション効果は薄いのかもしれませんけども、私は ADV でハードな林道に行くようなことはないので、これで十分だと思います。という感じで、まあ、一応ねちょっと止まって、細かく見ていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。こう家から一番近いオフロードコースですよ。ここがここはま走っちゃいけないだろうけどね、この上ぐらいだったら許してくれるでしょう。まあ、ちょうどね山も見えるしね、船も見えるし、はい、ということで、見ていきましょう。はい、デザインはこれすごくこう写真で見るとなんか安っぽく見えたんですけど、実物で見るとかなりいい感じで質感が高い感じがします。こんな感じですね。でレバーがここにあって、ここにガードがあるので多分ガード守れるんじゃないかと思います。こんな感じですね。で、ADV とか PCX に合うのは M6 タイプというタイプになります。この、ハンドガードの方はこちらのネジのタイプで何種類もあるんですよね。なので M6 タイプですね、こちらの方を買っていただければと思います。一応今ねスクリーンが立てた状態なんですけど、立てた状態だとちょっと余裕ですね。これぐらい隙間があります。反対側も足らないって感じですね。はい、これ下げた状態で、今スクリーン下げた状態ですね。これで本当にねギリギリなんです。これ見ていただくと分かると思うんですけど、1センチないですね。7ミリぐらいかな、思いっきりだと当たりそうな気がするんですけど、これぐらいのスクリーン下げた状態で当たらないわけですね。こっちはもうギリギリだね、こんな感じで。ここのネジでこれの調整ができるのと、ここの角度ですね、ここの角度がこう少しこういうふうに動かせられるので、それによってこの最適な位置を合わせていただければ、スクリーンが寝た状態の時でも、ハンドル干渉しないということですね。まあ、例えば多少当たったとしてもこれかなりこう曲がるので、まあ、傷はつくでしょうけど、まあ、多少のことであれば問題ないかなと思いますけど、これが一番ベストかな。ちょっと前から見たらどんな感じなんだろう。こんな感じであります。なので普通のこうオフロード用のハンドガードに比べればすごくこうシンプルですよね。このねプラスチックのガードがついてないタイプも売っていて、これはジータ製の
ハンドカバーは付けられるようになってるので、ここの、透明のプラスチックの部分がないやタイプを買って、好きなようなオフロード用のガードも付けられます。なので私もね、冬場になるともっとプロテクション効果の高い、ものに変えようと思ってます。今はこれでいいかな。はい、ということで、ジータのソニックハンドガードの紹介でございました。これいいですよ。おすすめです。で、今ね、Amazon の方も、在庫があるので、ぜひね、ちょっとね、気になった方は調べてみてください。ご視聴ありがとうございました。